マンモグラフィー社がん検診とは、癌の症状がない人々において、存在が知られていない癌を見つけようとする医学的検査である。癌検診は、健康な人々に対して行うものであるため、安全で、体をあまり侵襲しないものであることが求められる。また、地方自治体などが主体となって行われる対策型検診では、それに加えて安価かつ偽陽性が少ない検査である。 ことも重要となる。もし、癌検診で癌の兆候が見つかった場合、癌の診断を確実なものにするために、より確実性の高い二次検査が行われる。癌の治療は一般に、早期癌であるほど、治癒率が高く、治療後の生命予護や、QOL も高くなることが期待されるが、癌は、ある程度大きくなって、周囲組織へ浸潤したり、骨などに転移したり、 物理的に正常組織を圧迫するなどしないと症状を呈さないことが多く自覚症状が出現して受診した時にはすでに治療困難な進行癌であることが少なくないそのため負担の少ない検査を健康なうちに受けることでまだ症状のない早期癌を発見して治療につなげるというのが癌検診の基本概念である癌検診には地方自治体などの公共政策として 住民の当該癌による死亡率を下げるために行う対策型癌検診と個人による自己判断で受診する任意型癌検診があり、前者は比較的安価かつ簡易な検査を定額あるいは無料で受けられる一方、後者は精密検査に近い検査を全額時費あるいは職場などの福利厚生として受けるものであり、同じ癌検診でもその性質は大きく異なっている。 ん検診の有効性は、そのん検診受診者の当該癌による死亡率が非受診者のそれよりも低下するかどうかで評価される。有効性の証明としては、受診者と非受診者の無作為化比較対象試験や症例対象研究により、実際に死亡率が低減したことが、統計学的に示されることが、最も信頼性の高い証明であるが、 この証明には非常に長期活大規模な研究が必要であり、病変検出精度や治療の中間評価といった間接的な証拠を複数組み合わせて示されていることも多い。なお、ん検診の有用性を判断するための証拠として、専門家の意見は最も信頼性のグレードが低い。例えば、任意検診を行っている医療機関は検診の有用性を強く前面に、 おしがちであるし、現代医療の常識を否定するというスタイルが大衆受けすることから、都合のいい論文のチェリーピッキングなどを駆使して、眼検診の有用性を積極的に否定する医師などもいるが、それらは共に、医学上の眼検診の有用性評価とは、無関係な試験でしかなく、正しい場合もあるが誤りを含んでいる場合も多々ある。特に情報の発信者が、個人や、 個人経営に近い組織である場合や、正確性よりもセンセーショナリズムが歓迎されがちな大衆向けメディアが情報拡散に寄与する場合、個々人の特殊な思想や利益関係により公共制度外視で明確かつときに危険なご情報が発信される場合もあり、情報の受け手には注意が必要である。バリウム写真 EX 線検査といない指教検査は、 死亡率減少効果が証明されており、対策型検診と任意型検診の両方で推奨される。ペプシの原稿とヘリコバクターピロリ抗体検査は、現時点では死亡率減少効果の証明が不十分であるが、十分に説明の上で任意型検診に使用することは否定されない。便先血検査用の裁便官便先血検査法は死亡率減少効果が証明されており、 対策型検診と任意型検診の両方で推奨される。大腸内視鏡検査は死亡率減少効果が証明されている一方で無視できない不利益もあるが十分に説明の上で任意型検診に使用することは否定されない。直腸指針は死亡率減少効果が否定されており対策型検診と任意型検診の両方で推奨されない。 成人男性の胸部 X 線写真胸部 X 線撮影を飛行機県群に対して行うのは肺がんの死亡率減少効果が証明されており対策型検診と任意型検診の両者で推奨される高機県群の場合は核炭細胞診を併用することが推奨される低線量 CT による胸部撮影は現時点では 死亡率減少効果の証明が不十分であるが、十分に説明の上で、任意型検診に使用することは否定されない。通常線量 CT による胸部撮影は被曝が多いため、対策型検診と任意型検診の両方で推奨されない。PSA 検査及び直腸診は、現時点では死亡率減少効果の証明が不十分であるが、十分に説明の上で、 任意型検診に使用することは否定されない。細胞診は死亡率減少効果が証明されており、対策型検診と任意型検診の両者で推奨される。HPV 検査法及び HPV 陽性者の細胞診トリアージ法は、現時点では死亡率減少効果の証明が不十分であるが、十分に説明の上で任意型検診に使用することは否定されない。 マンモグラフィー検査は40歳から74歳の受診者に対して死亡率減少効果が証明されており対策型検診と任意型検診の両者で推奨される。また40から64歳の受診者ではマンモグラフィー検査と試食診の併用でも死亡率減少効果が証明されており対策型検診と任意型検診の両者で推奨される。 40歳未満では、乳がんの発症自体が少なく、死亡率減少効果を判定することが困難であるが、十分に説明の上で、任意型検診に使用することは否定されない。試食診断毒法や超音波検査は、死亡率減少効果を評価した研究が少なく、現時点では有用性の評価が困難であるが、十分に説明の上で、任意型検診に使用することは否定されない。 従来は免疫染色法があったものの、精度は不十分だった。近年、血液、または尿中に含まれるバイオマーカーを利用する手法が開発されつつある。PET 検査や PET、CT 検査による全身癌検索は、現時点では死亡率減少効果の証明が不十分であるが、十分に説明の上で、任意型検診に使用することは否定されない。 なお、眼検診で PET 検査や PET、CT 検査を利用する受診者の多くは、全身検索を期待しているが、一時の報道などにより、PET なら何でもわかると誤解している受診者が少なくないので、決して万能ではないことを十分に説明の上で、PET 検査や PET、 CT 検査で検出されにくい疾患についてはた、検査による検診の併用も考慮する必要がある。近年は、マイクロ RNA を使用した検査方法や癌、探知犬による国旗や尿からの検査もある。癌検診は、基本的に有益性と有害性を比較して、有益性が高い検査方法で行われるが、受診によって逆に、不利益を被る側面もある。 放射線を使用する検査では放射線被曝があるほか、内視鏡検査のように検査そのものの苦痛が小さくない場合や、任意型検診で PET や CT といった高価な検査を行う場合は、費用も問題となる。内視鏡下生検での消化感染校のような偶発症が発生する場合や、医療機関で感染症のキャリアになってしまう場合も、稀ながらある。 偽陽性の多い検査では、実際には病気がないのに二次検査に回る症例が多くなり、一般的に検診の検査より新種などが大きい二次検査、そのものが受診者の不利益となる。検査で病変を見逃す偽陰性は、癌検診を行うことによる不利益というよりは限界であるが、検診を受けて正常であったという予断が、病院受診を遅らせる可能性があり、 偽陰性も検診による不利益につながり得る。また、検査による放射線被曝を低減するために低線量の検査を行うことが一方で、検査画像の劣化による偽陰性を増やす可能性もある。ほとんどの癌は早期発見が有益であるが、甲状腺癌や前立腺癌のように進行の遅い。 悪性腫瘍の場合は、発見時の年齢などによっては、それが寿命に影響しない可能性があり、治療の必要がない病気を見つけて、治療に回してしまう過剰診断が問題となる。また、寿命に影響しないと判断して治療しない場合も、自分には、癌があるという情報が、心理的な重圧になる可能性がある。癌は1個あるいは少数の癌細胞界から始まり、 検査でも検出できない微小病変を経て、検出も治療も可能な早期癌、そして治療の難しい進行癌になっていくが、この増殖速度には、癌の発生した部位や癌細胞の種類によって大きな隔たりがあり、進行の早い癌では検診で見つけたい早期癌の期間も短くなる。一方、癌検診は一般的に年に一度などの間隔で行われるため、 進行の早い癌は偶然その短い早期癌のタイミングでがん検診を受けないと見つけても結局治療できないという可能性も出てきてしまう。これもがん検診の弊害ではなく限界だが,がん検診の有用性に影響する問題である。ありがとうございます。